ガブリエリーの語は、トンバ語とも呼ばれ、アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルス軍を呼び、オレンジ軍北部でかつて話されていた言語。現在は、死語となっている。ガブリエリーの語は、シエラマドレ山地の南にある、ロサンゼルス盆地一帯で話されていた。また、海を隔てたチャンネル諸島のサンタカタリナ島、サンクレメンテ島でも話されていた。 サンニコラス島で話されていた言語がガブリエリーの語かどうかはよくわからない。ガブリエリーの族は南カリフォルニアでもともとみ人口の多い民族の一つだったが体系的な研究が始まる前にそのほとんどが滅んでしまった。かつては5000人ほどの和者がいたという。ガブリエリーの語はユトアステカ語族のタキック諸語に含まれる。ハリントンによると4つ。 クローバーによると6つほどの方言に分かれていたという。早く消滅したために、ユトアステカ語族のうちで、最も研究の行き届いていない言語になっている。主要な資料は、ジョン・ピー・ボディ、ハリントンのフィールドノートで、これを使った研究が行われている。ガブリエリーノの名は、1771年にこの地に、建てられた、ミッションさん、ガブリエル・アルカンヘルに由来する。 クリントンハートメディアムは民族名をトンバと記しており、こちらの名前が望ましいとすることもあるが、この語が本当に民族名であるかどうかについては疑問も提起されている。朝鮮はガオ族の植物を使った祭儀に関連するガブリエリーの語の歌があり、類生女族やディンゲイ女族も意味がわからないままガブリエリーの語で歌を歌っていた。ガブリエリーの語の歌を記録した。 呂管録音が残っている。ガブリエリーの語の地名は多くアで終わっている。ロサンゼルスの地名のうち、カウェンガ、トパンガ、トゥフンガなどはガブリエリーの語に由来する。ありがとうございます。